短い夏が終わる頃、一緒に暮らしていたおじいさんが死んだ。長い間一緒にいたのに、僕はおじいさんの名前は知らない。夕暮れ、家の前の庭に小さな穴を掘って、おじいさんをそこに埋めた。一人ぼっちになった。ひょっとしたら、何かおじいさんの残したものがあるかもしれない。でもなんだか暗い。ハンドルを回して屋根を開ければ、月明かりが入るかな。前から思ってたんだけど、これなんだろう。変な箱。確か星が見れるんだよね。でももう動かないみたい。僕の身長の記録だね。おじいさんが毎年つけてくれたっけ。この先は暗すぎて進めそうにないや。何か明かりがあればいいんだけど。あ、これ、これ、おじいさんの。
ライト。しぶといな。死んだと思って見に来たら、まだ他に生き残りがいたか。誰？誰だ？どこから入った？答える義務はない。脆弱な。これでは何をなすこともできまい。お前は一体。答える義務はない。お前がこれを読んでいる頃にはもう私はいないのだろう。生きることも死ぬことも私にとって大した意味はなかった。そもそも生きる資格などなかったのだ。もっとも死ぬことで何一つ償うこともできないが、こうして手紙を残すことも私にとっては大きな迷いだった。ただ長い間日々を無意に過ごし、終わりを目の前にして初めてこんな心持ちになるとは。お前と過ごした日々そのものが私にとっての宝石だった。な
ぜもっと親しく言葉を交わさなかったかと今になって後悔している。伝えたいことが、話したいことが、なぜ別れが迫った今になって溢れるのか。愚かな私を許してほしい。ここから東に向かうと大きな赤い鉄塔が立っている。そこにはお前以外の誰かが生き残っているかもしれない。私が死んだら東へ向かうのだ。行きなさい。それから今までありがとう、瀬戸。寂しい。
れ。大丈夫？死んでないよね。かなって思って。知らない人。僕は。旅の途中で何度か見かけた人たちはみんな幻のようにすり抜けてしまった。でもあの子は違う。あの子の方は温かかったもん。私がまだ15歳だったあの夏の終わり、私たちは黄色に光る塔の下で出会った。それは一人ぼっちだった私の世界を大きく変え、そして彼女と一緒にいた束の間の時は私自身を大きく変えた。今でも昨日のことのように思い出すことができる。夏の名残を残した息苦しい空気、風の中なびく彼女の銀の髪、白くて丸い月。